ははい皆さんこんこにちは、えー、レック専任講師の赤松です、えー、それでは今回は、えー、実践力パワーアップ講座の、えー、模擬講義、えー、というタイトルで、えー、約1時間、えー、程度ですね、えー、予定をしております、えー、とまず、あのー、私ですね、まあ、今回、あのー、こちらの新宿エルタワーこちらの方で実践力パワーアップ講座を担当させていただくこととなりましたで、えー ウェブでご覧の方もねあのそれから YouTube でご覧の方もねよろしくお願いいたしますでそっちっの実践力パープ講座ですね私がどんなスタイルで講義をしていくのかっていうことそれを今回模擬講義という形で少しね見ていただこうと思っておりますはいまず模擬講義に入る前に今回の実践力パープ講座の特徴をですねそれを簡単にご説明させておいてください えっとまたあのパンフレットございますからご覧になっておいてください。えー、スパイラル学習で知識の活用実践、まあ、これやっていこうというものになります。えーまあ、スパイラル学習というのはインプットとアウトプットです。ねまあ、これをぐるぐる回していくことで実践力を高めていこうということになります。いつどこで撮ったんやっいう写真が <laughs> 載ってますけど。 で撮る時めっちゃ恥ずかしかったんですよ。<laughs> はい。でね、あの、今の、えっと、スパイラル学習だけど、えーっと、インとアウト。で、これは、えー、メインテキスト。まあ、これがインプットです。えー、そして、えー、過去問レジュメというものがあります。こちらがアウトプット。えー、この2本立てでやっていきます。えー、そして、えー、っとこっちらのメインテキストの方に、 えー、随時こんな形で、えー、過去問の番号がついてます。まあこれはブレイクスルーテキストなんかでも一緒だけどね。で、えー、インプットをやりまして、えー、過去問番号がついてます。でもう一つ過去問レジュメっていうものがあるんだけどこちらの方ですね。でこちらの過去問レジュメは、えー、と今のテキストの、えー、順番通りに枝が並んでます。なのでこれがまず P11 テキストの11ページに出てくる過去問ということ。 で先ほど見てもらったのが13ページなんだけど13ページにテキストに掲載されていた過去問ですね、まあ、それがこちらレジュメの方で枝別にこんな形で順番に出てきます。はい、ですので、えー、と一つの特徴としては、えーとまあ、通常はのインプットのテキストを勉強してえ過去問集で過去問やるんだけどあのインプットで勉強したのがその過去問の あの問題集でどこに出てるのかっていうのがなかなかこのリンク付けが難しいですよね。まあ、それはまずスムーズにしていただけるということです。いいんで勉強してもう隣に囲まれじめを置いてもらってねパッパッと見ていただける。それからもう一つはいこんな感じでコメントじゃない、えー、ごめんなさいキーワードしてます。はいこれも特徴で、えーまあ、最初はこれ全部読んでいただきたいんですけれども えっと、過去問は、えっと、丸を暗記しても仕方がないんですそうじゃなくてその問題で問われている趣旨論点がどこなのか、ね、そこを見つけ出す練習これがすごく重要なんです。でそれができるように工夫してます。えー、キーワードを付してますから、まあ、最初はこれ、えー、っと全部読んでもらって丸伐を考えてもらうんだけど何回もこれ繰り返してもらうことになります。 でこの過去問を反復継続するときに、最終的には、えー、このキーワードです。ここをぱっぱっと見て、えー、論点を把握していく。そうすると、この、えー、一番下の枝だったら、未成年者が、えー、は法定代理人の同意がなければ、えー、契約取り消しができないという論点、ね。未成年者が取り消しを、えー、するときに、法定代理人の同意が必要かという論点です。ね、でそれが、丸ですかです、えー、×ですかということ。 まあこんな感じで、えー、キーワードでポイントを取れやすく、えー、しています。で、えー、っと今の過去問レジュメの方は、えー、っと丸バツが最初から入ってます。で、これについてはあの一つずれ,ぞれ、えー、それぞれなんですけれども、その丸バツが見えるのが嫌だっていう方は、えー、っとそこをあの塗ってですね。であの上からシートをかぶせるやつありますよね。あれであの答えを隠して練習していくっていうね、そういう方もいらっしゃいます。 それから、えっ、ー、と、まあ丸、丸伐が特にあの見えても気にならないっていう方も、えー、いらっしゃいましたね。まあ、その方はもう、もう丸伐は見えたままで、えー、そしてキーワードを見て、それで論点を確認していく。そんな形で工夫されて利用されてます。まあ、これも使い方は、えー、人それぞれとね、考えてください。はい。えっ、ー、と、今のように過去問レジュメ。えー、まあ、これを使って、えっ、ー、とね、とにかく、あの、過去問っていうね、あの、本当に、 あの最高の勉強材料があるわけだからこの「過去問」っていう、えー、材料をもう最大限に活用しましょうというのがこの、えー、構図の趣旨です。であのよくねあの過去問だけでは合格できないとかねいうこともあの話としてあの聞くかもしれませんけれども、えー、と私はあのそうじゃなくてもう過去問だけで十分合格できるっていうスタンスです私は。ね であのそれはですね例えばあの、えー、と35もあってね35もあってあの例えばこの35五んのうち20問しか過去問の問題で取れませんよとかそんなあのお話があったりするでしょ。ね、でもねあのこのテスト試験5問に1問当たるんです。でしょ <laughs> あの山間で。ね、そ,そこをねまず計算に入れないといけない。ね、これ結構大事なことなんです。 ね、その35問中20問しか過去問で取れませんとこれはあくまでも形式なんです単純な形式、ね、もっと実質を見ていってねまず5問に1問取れるそれとその5問に1問取れるんだけどこの確率これは皆さんがその過去問学習をしっかりやることでそれは過去問の知識をつけるのみならずこれで皆さんのリーガルマインド法的思考能力ですこれが養われるわけです。 単に過去問を解いてるということじゃなくて、ねああ、法律ってこういった考え方をするんだな。ね、過去問を学ぶことでそれが身についてくるわけ。ね、そうすればその当てずっぽの5問に1問、これの確率も高まっていくわけです。ね、それが5問、えー、中2問取れる、あるいは3問取れると、ね、いう感じになっていく,いくわけ。はい、それと、えー、もう一つは、えー、とその過去問の学習だけど、 過去問だけで合格できないっていうのはね、それは過去問から過去問が1だったら1しか学んでないからです。それだったら35問中20問しか取れませんよねっていうことになります。でも私の考え方は過去問が1だったらそこから2また3学びましょうっていうスタンスです。ね、とにかくもう過去問をフル活用していくっていうことです。そういう形で過去問をベースに。 ゴールカクに持っていきましょうね。えっ、ー、とそういった形で皆さんを導いていきます。えっ、ー、とこれはあの今のいろいろ個別相談なんかやってましてね。えっ、ー、と去年のじえっ、ー、と実践力の受講生です。まあこんな感じで点数取れましたよということを聞いてます。あの一度目六点じゃないんですよ。<laughs> あのえっと、70問中6問じゃなくて、あの60何問、あこれもあの問題ですね、70問中60何問取れましたっていうことなんだけどあの、ちょっと立ち話しててね、無双点数だったら大丈夫だなっていうことで、ちょっとうあの具体的な数字忘れちゃったんだけど、まあ、あと、まあ、こんな感じ。まあ、大体あの60問前後ぐらいね、十分取れてます。 で、この方たちがやってることはもう私のやり方通りメインテクストやって過去問レジュメで徹底的に過去問演習するというもうそのやり方です、ねで。それで十分今の点数取れるんです。はい。まあ,あの、えーとまあ、そういったところからもいかにもうこの過去問学習が大事かということねもうそれは皆さんよくねあの、分かっておいてほしいところなんです。はい。 それからもう一つあの過去問レジュメの方ねお話戻りますけれども、先ほどちらっと見てもらった通り、まあキーワードとかコメントを付してます。えそれからえとインとアウトこれが連動してますね。インプットで見てもらったところをすぐ過去問レジュメで確認できるねそこを連動している。えそれからもう一つはこの過去問レジュメはえテキストの順番通り並べているということはその過去問レジュメの方でも同じ論点の過去問が並ぶことになります。 のとね、でそれはアウトプット同士が連動するということにもなるわけ。はいえーとね、それは例えば、はい、これちょっとまたあの違う科目、えーとね、民訴訟法です。ねまあ、ちょっとあの難しい科目ですけれども、民訴訟の過去問。 まあこれは P 百十八これがテキストのペースです。で P 百十八でまあこんな論点が出てきます。当社欠席でもできることね。でここにテキストに囲む番がついてきます。でこの枝を並べるとこうなっていきます。でこちらはキーワードプラス民法ではこのコメントあまりないんだけど民法以外はコメントを付してます。たくさんね。そうするとこれ論点どういった論点かというと証拠調べとえ判決の言い渡し これは当社欠席でもできますよっていう論点です。ね。その枝がこれだけあるわけ。ね。で、キーワードを付してます。証拠調べ、えー、当社が出頭しないとき、できない。ね。できるだけはツですよね。はい。こんな感じでコメントを見て、キーワードを確認して、これで論点を捉えてね。それでこの過去問が丸かバツかを判断していきましょう。っていうね、やり方です。ね。そうすると、ここで同じ論点、こう並びますから、ね。 これ同同士士がこうリンクされれますよね過去問同士ねこれもこのレジムの強みです。えっ、ー、と普通に囲問、えー、練習されてる時は、えー、過去問集で練習されて今の枝だったら別々なところに出てきます。ね、そうするとこれ同士がリンクしないわけ。ね、こっちであの今の一つの論点があって別な箇所で出てるけど。 なんか同じような他の場所にも同じようなのがあった感じがするなっていうそういうレベルで終わっちゃうわけ、ね、でもこの過去問レジュメを使っていただくことで、ね、ここはカチッと、ねえー、そのアウトプット同士も連動できるはいそんな感じであの過去問レジュメはあの今のやり方で、えー、と過去問をまあ1から、ね、2倍3倍に使っていきましょうということです、ね、単なる丸抜の暗記ではなくて、えー、その過去問から論点趣旨を学ぶ、ね、それからインプットと アウトプットの連動、ね、そして今のようにアウトプット同士の連動です、ね、そういう形で過去もフル活用していきますはいそれからえっ、ー、と休日の方もね、あのー、もう充実してるんでまあ私はの q 日の方で皆さんの前にねあの登場することが、あのー、多いんでねまあいろんなところで見てもらったことはあるかもしれませんけども あこの徹底検証課で結構ぶち切れていましたけど、まあ、今日は切れないんで <laughs> 大丈夫です <laughs> はいえっ、ー、ともう記述は任せてくださいえー、百0問題集というのを使っていきますであ,あとはね択一の,の方でも実は記述コーナーっていうものを今回設けてます、まあ、これも新しい企画でっ、えー、と百個問題集 で択一の方で各,、えー、と各陶器を起立コーナーというものを設けてこちらの本当に基本的なひな型を学んでもらいましょうというものになります。ね、なので起立ひな型もまだあのおぼつかないんだということも安心してください。でこっちで基本的なひな型を学ぶ。で100個問題集、えー、こちらは、えー、と一問一答形式で100問入ってます。でひな型プラスアルファちょっと発展した問題。ね、なので えー、卓一の記述コーナーで、えー、ひな型を覚えて、えー、100, 個100個問題集こういった問題集になるんだけどこれで、えー、プラスアルファやっていきましょうということ。はいこれ、えー、っと不動産登記法だけどはい、まあ、こんな感じでね、えー、っと重要論点ということで。 一、えー、一問問答形式で100問出てきますはい例えば第8項今年に出てた、えー、譲渡担保契約とか譲渡担保契約による解除とかねこんなのもちゃんとしっかり入ってるからねその辺安心してください。 はい、これちょっと、ね、難しめであこれだったら例えば本試験の、ね、問題抜粋して作ってるんだけど、えー、こちらのページがこれが問題となります、まあこれ。こちらが問題であごめんなさい次のページも問題だで。こうやって証文があって、えー、そして次のページ解、えー、答、ね、これを答えていってもらうで単にひな形じゃありません。ねまあ、基本的なひな形は、ね、あのまはあ、学習済みという前提でちょっと発展的な内容になります。 で、あとはひな形書くだけではなくて論点、ね。記述は特にこれが大事だからね。ひな形プラスこの問題で何が問われているのか、ね、まあ、その論点を取れやすくしています。はい、こちらね、あのもうこれ使って本当に記述があのできるようになった、ね、という方、たくさんいらっしゃいますの、ね、で、ぜひこれ期待してください。えっ、ー、とねあの、私もあの、 休日で全国1位っていう方をねあの過去2名出してます。で別にあの1位になる必要ないんだけどねあのギリギリでも受かれば。ねまあ、私はあのあの合格点最低で受かるのが一番かっこいいと思ってるんですよ <laughs> 最低。これも何か持ってるでしょう最低ラインで受かる人、ね。それが一番かっこいいなって思ってるんだけどね休日、まあ、で1位の人も過去、ね、あの2人出ててあのそれは私が直接教えてたい。 人であのひょっとしたらあの太郎と花子とかね私が別でやってる講座ちらっと受けててそれで1位になってますよっていう人、まあ、いるかもしれないけどそれはちょっと私把握できないからねカウントしてません直接教えててあの知ってる人、ね、でまあ,あのそれぐらい、ね、あのもう記述をレベルアップさせる自信はあるんで、ね、そこも皆さん期待しておいてくださいで、えーとね、記述はねあのちょっとこれ、まあ、言葉ではちょっと難しいですけども 実務的なな感覚っていうのがねあの技術学習はすすごく必要なんです、ね、ちょっとこれ抽象的で分かりにくいけどあの皆さんねあの例えば英語をしゃべるようになりたいという時にネイティブスピーカーから学ぶか英文法学者から学ぶかどっちを選択しますかこれネイティブスピーカーから学んだ方がしゃべれるような気がしますよね。 そういういことなんですよでこの記述っていうのは特に実務職がつく強いから、ね、やはりその実務的な感覚、ね、それを学ばないとなかなかあのできるようにならないわけ理屈ばっかりあの学んでもでそこは私しっかりやっていきますから、ね、でこのテキストがまさしくその私の,あの実務的な感覚をもうねあの注入したあの自信作なんで、ね、これでも皆さん力をしっかりつけていきます。 ね、卓越が自信ないわけじゃないからね卓越もばっちりやりますんでねもう来年皆さんにはもう合計60問ね取ってもらうように、ね、頑張って指導していきますはいそんな感じであの、えー、とインプットの方は、えー、メイン教材とそれから過去問レジュメですねで休数の方は今のような百個問題集っていうね、えーとまあ、実務感覚満載のもの、ねまあ、このね、えー、両軸ねこれで皆さんの 総合力、ね、確実と技術、ね、総合力を確実にアップ、ね、させてまいります。はいまあ、あとあの、ね、いろいろまたあの私の方でもウェブ等でいろんなお話しさせてもらってますから、そちらもあのぜひ、ね、ご参考なさってください。はいじゃあ、今回は模擬講義ということですからね、ねこの後はちょっとは、えー、どんなスタイルで講義をするのかなというところ、それを、ね、見ていただきたいと、ね、思ってます。 はい、ではレジュメの方を出してください。はい、今回は、えー、皆さんが大好きな会社法、ね、をやってみます。大好きでしょで私も無理やり言うんですよ。皆さんこれ大好きでしょ皆さん得意科目でしょって,言って。で もう皆さん得意科目でしょって無理やり得意科目にあにしちゃうという <laughs> はいじゃあ、えー、とレジュメ開けてくださいでえっ、ー、とね今日はあのマーカーとお持ちではないかもしれませんけど、えー、と私のクラスでは、えー、とタイトルとそれから本文、えー、とタイトルはブルーでマークして、えー、本番ピ,ーク、えー、とピンクでマークしていきますなので最低2色は用意しておいてくださいマーカー、まあ、今日模擬講義だけどねあの、まあ、マーカーは違う色でもいいけど えとまあ、ちょっと自分で分かるかですねあのそういった形でやっていってくださいはいそれでは、えー、とレジュメの1ページから見ていきます、えー、と今回は模擬講義ということで、えー、とインプット教材とそれから過去問レジュメですねこれが1冊のレジュメ、えー、これまとまってます実際にあの先ほど見てもらった通り別々だからねメインテキストと過去問レジュメは別になってます ははいそれでは、えー、と1ページ見てください。はいこれ、実際の会社法テキストのねあの冒頭部分です。まあ、会社の1回目でこういった内容をやっていくことになります。はい、まあ、実際の講義であの1コマ50そうです、ね、ざっくり50ページぐらい進むとね予定しておいてください。科目によっても違うけどね、まあ、あの中上級だから、まあ、ちょっとペースはね早いです。 まあ今日はあの模擬講義だから若干ゆっくりめにはねやるかもしれません。はいそれではまず1ページ、こちらからは会社法のいろんな言葉の定義になります。定義。でこれについては直接あの試験でこの言葉どういう意味ですかとかねそんなの聞かれないからね。なので C ランクになりますので1ページから5ページまでまずこちらまではカットです。カットで 私がカットと申し上げたところはページの下にページの下ねこんな感じでカットの3入れていってください。はい適当ね1ページからまず5ページはカットはいそして、えっと、1ページだけねあの見といてほしいところがありますちょっと戻ってください1ページ。 はいえー、とここ会社の用語はずらっと並んでいるんだけど、えーと、その1ページの5号と6号というところです。これは確認しておきましょう。はい、ではね、こちら、こんな感じでマークしてみてください、えー。このブルーで塗るところがタイトルにあたります。で、こちらが本文。はい、前の画面のように、ね、マークをしていってください。 はい、えーとね、まず会社の中でよく出てくる公開会社と大会社という言葉の定義です。公開会社と大会社。はいえーとね、公開会社は、ね、ちょっと文書で書くと難しいんだけど全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、えー、会社の承認を要するもね、まあ、これいわゆる譲渡制限規定ってやつですね。譲渡制限規定、えー、これを設けていない会社。 上制限規定がない会社これが公開会社、はい、ですから逆に譲渡制限規定がある会社は非公開会社ということねで全部譲渡制限全部譲渡制限株式これは非公開で逆にすべての株式が譲渡制限株式ではないこっちは公開、まあ、これは分かりやすいんだけど半々の場合はどっちになるでしょう会社が発行している 一部の株式が譲渡制限株式で、一部はそうではない。これは公開、非公開、どっちだったでしょう。これは公開の方ですよね、公開。はいえーとね、公開会社っていうのは言葉通りあり、一般に開かれてる会社ということです。オープンされてる会社。言い換えれば、誰でも株主になれる会社。それが公開会社。 で、譲渡制限株式っていうのは譲渡するときに会社の承認がいるってやつでしたよね。だこれだと自由に株主になれません。公開会社ってことは誰でも自由に株主になれる。ね、で、その側面が一部でもあればいいわけ。ね、だから部分的にもね、一部分でもその譲渡制限株式のない株式があれば、その会社は公開会社、一般にオープンされた会社と、ね、なります。はい。じゃあ、6号。 大会社資本金として計上した額が5億円以上負債の分に計上した額が200億円以上はいこれにあたれば大会社だけど、はい、今のマークの2つこれは「かつ」か「または」それはどっちでしょうこれは,まは、ね「または」だからねまたは。 このどちらか一方です、資本金が5億円以上か、または負債が200億,億円以上、ね、どっちかに当たれば代会社ということ、かつじゃないからね、注意してください。代、はい、会社については、ね、そこ、書き込番号がついてますけど、これは復習のときに見ておいてください,、はい。では、あとは5ページまではカットです。 はい、でカットしたところは復習のときは読まなくていいです。ね、飛ばしてください。で、そのカットしたところはたまに当連、えー、の枝とかあるいは過去問の枝、えー、枝レベルでたまに出てくるかなっていう論点なんで、それがもし出てきたときに参考に見るっていうね、そういう感じにしてください。えっ、ー、と常日頃から詳細に読み込んで覚える、そういう人質は全くないです。ね、そういう勉強やったらむしろ逆効果になるからね。 はい、だから今の5ページまではとにかく最初マークした公開会社と在外社の定義、ね、とにかくこれをてあの正確に覚えること。はい、じゃあ次見てください。次は6ページ、7ページに行きます、はいえー。株式会社の設立について見ていきます。はい、6ページ、7ページ、こちらもカットです。はい、2ページカットしてください。6ページ、7ページ。ページのところね、カットのサイン入れておいてください。 はい、でこちらも特にあの覚える読んで覚えることはないんだけど確認だけしといてください6ページの冒頭、まあ、皆さんねあの一度はまあ勉強されてるはずだから会社を作る時に「発起設立」と「募集設立」っていうこの2つの方法、まあ、これがあるってことは知ってると思うんですねでどういう違いだったかというと発起設立っていうのは発起人が株式を全部引き受けるっていう方法でした。 会社を立ち上げる人が発起人でこの発起人が株の全部を引き受けるで募集設立は、えー、発起人以外に、えー、第三者に株式を、まあ、募集するというもので,でしたよね発起人以外の人に株式を募るそれが募集設立はい実務だともうほとんど発起設立の方ですで、えー、と平成18年に会社の大改正があって 実はもう募集設立は実務上ほとんどないからその18年大改正の時にもうこの制度はなくそうかなと言われてたぐらい、ね、そこでなくなってたら皆さんね勉強だいぶ楽になったんだけどね残念ながら残っちゃいました、ね、なのでこれ、ね、実務でほとんどないんだけどね条文上残っちゃってるから皆さんは発起と募集ね同じウェイトで勉強しないといけないね、ていうことになっちゃってます はい、じゃあ、まあ、ここが2つあったんだとことを思い出してね、あとはカットしておいてください、左右カット。はい、では次は、えー、8ページです、8ページ。はい、ここが大事なところ、マークしましょう。はい、それではこの,、えー、とこのようにマークしていってください、タイトルとそれから本文。 じゃあ図表ののを確認してください北京の意義ちょっとこれ細かいけど、えー、定款署名、えー、また決めをした人これが発起人で次発金の資格に特に、えー、制限はない、まあ、今年の本試験にも出てたわけどね発起、えー、になる人は、えー、制限行為能力者でもいいし法人などでも良いっていうねことです発起人というのはまあ単にお金を出すということだからね制限行為能力者法人でも OK 人数は1人で、OK、最低ね。はいそして次発起人は最低でも1株以上は引き受けなければならないとされてます会社を立ち上げる人が発起人なんだけど発起人であるにもかかわらず自分株は引き受けませんこれは許されません最低でも1株は引き受けることが要件はいじゃあ過去問レジュメを見てくださいえー、っとレジュメの後ろの方に載ってます えー、過去問レジュメの方で下のページで1ページっていうところはいえっ、ー、とね今テキストで見てもらったのがこの P8 っていうところですでえっ、ー、とねまずあのこの A と付いてるのがマスト論点必ずやってほしい枝なんで えまで、えー、っとこれ、の週4科目でやってますので、えー、自分は例えば民法得意なんだっていうであればね、そしたら民法もこんな感じになってるんだけど、もう A とか限らず、もう全部やってみる。それでいいです。で、逆に自分は民法苦手なんだっていう方は、まずはこの A から潰していく。会社も同じ、ね。会社を苦手だっていう方は、まずこの A から潰していってください。で、それができたら、その他の枝を見ていくっていうね、順序。 一、はいまあ、つ目読んでおいてください。これ実はね引っ掛け問題なんです。はい次確認しましょう。ね、今テキストで書いてあったのは「未成年者は発起人となれない」はいこれ「×」ツということ、ね、その次キーワード確認してください「合同会社は発起人となることができない」この「×」はいでこの辺りの趣旨がコメント確認してください。ね、この辺の辺枝は 保険の資格は、えー、制限行為能力者とか法人とか外国人なのね。いずれでもオッケーですよっていうそういうことを聞いてる枝です、ね。これ同じような枝がこう並ぶから、ね、あのさっき言ったようにこのえっ、ー、とアウトプット同士のこうリンク付けもできていくでしょ。ね、あこの枝ではこう聞いてるけどね。あ他の枝ではこんなことを聞いてるな。ね、でも実はこれは同じ論点なんだ。 見てていいいくとねこれ同士がこう結びついていきま,すまあそれが皆さんの実力アップにもつながっていくわけはいじゃあテキスト戻ってください8ページはい次はこちらね「発起人組合」っていうところのマークです。 発起人の関数で決定する、そちらマークしてください。はいこれはちょっと細かい論点なんだけど、発起人がいるときに、発、え、起、ー、人組合っていうね民法上の組合です。まあ、これを作ってるんだと考えていきます。具体的には組合契約みたいな契約は結んでないんだけど、発起人が何人かいたら、 暗黙のうちに民法上の組合契約を結んでるだろうと考えるわけはい、そうなると民法上の組合で、えー、物事を決定するときは組合の関数で決定しますはい、だから発起人は組合を作っていると見ることができるから発起人が何かを決定するときはマーカー部分発起の関数になりますよねということですで、ここはねちょっと細かいけどカッコない一人一議決権となります それは民法上の組合の考え方を引き継いでます。1人1議決権。はい、だからね、会社法に特に何も条文がなかったら、保険が何かを決めるときは、1人1議決権で簡素で決めるってこと。ところが、会社法に条文が出てくることもあるわけ。議決権、あの、議決権により、あごめさい、えっ、ー、と、1株1議決権か、ね、あの、 というあの要件が入ってくることがあったりするからね、あのその場合はそれによるとね、いうことです。はい、特段、会社法に指示がなければ1人一議決権、はい。では次のページ、9ページはカットです。去、は、年、い、の9ページは丸ごとカットしてください,、はい。じゃあちょっとね、今のところまでざっとパラパラっと見てください、1ページから。はい、で、皆さん、復習するときはマーカー部分ね、そこをあのしっかり読んでいく。 C ランクにしているところ、カットが多いから、逆にそのマーカー分はもう正確に覚えてほしいわけです、その分。はい、まず1ページはその公開会社、大会社の定義、ね。で、5ページまでがカットで、で、6ページ、7ページもカット。はい、そして次、8ページ、8ページ。ねまあ、8ページは補険の、えー、意義。そのマーカーついているところですね。資、ま、格、あ、に特に制限はないよ。人数一人で足りるよ。 で最低でも一株は引き受けなければならない、ね。で、次はちょっと細かかったけど、補、ま、金、あ、に組合っていうものを、ね、作っているから、補、え、金、ー、の何か物事は関数で決するんだっていう話。はい、それでは次のページです。10ページ見てください。はい、では、こちらマークしてください。次は定価について、10ページ。 はい、株式会社を設立するときは、発起には定款を作成して、全員がこれに署名、また、記名、えー、応印しなければなりません。えー、電磁的記録で作成することもできます。で、括弧二2番で、ね、定款というものは、えー、と作ったら公証の認証を受けなければならないとされています。括弧ビンとかはカットしておいてください。はいまず、定款というのは会社の根本規則でした。で、発起にはその定款を作る。で、末、ま、尾。 署名また記名応印となってるけど、署名とは辞書することです。辞書。で、記名応印というのは、記名だから名前は印字されてるということ。名前が印字されてて、応印。まあ、このどっちかということ、最低限。だから最低限、もし署名、辞書だったら、まあ、応印はなくてもいいということです。で、もあの名前が印字されてる記名だったら、ハンコは押してくださいね。っていうね。 ことそれが署名または記名応印はい、まあ、それは最低限で当然あの最も好ま,好ましいのは署名応印、まあ、これが当然最も好ましいわけだけどね別に署名応印が禁止されてるわけじゃないからね、まあ、でも最低限は署名かまたは記名応印をしてくださいってことはいそして電子記録で作成されることも、えー、ありますのでこの時は電子署名となります はいでえーとね、定款はあの実務上は司法書士が定款作成代理人という形で、えー、電子定款を作ることが多いです定款作成代理人として司法書士が、ね、代理人として電子定款を作成するで司法書士が電子署名をするでなぜかというとあの本人さんはその電子署名をするという環境がないという人が多いからね はい、なので、まあ、消費者は電子証明する環境を整っているから、えー、代理人として定款を作ってあげて電子証明をする。でね、紙で作るのと電子定款するのとねあの、ちょっと違うところがあって電子定款の方が得なんです。なんでかというと紙で定款を作ったら、印紙税っていう税金がかかることになってるんです。で、これが4万円かかります。紙で定款作ったら印紙税が4万円。 で電子定価にしたらその印紙税がかからないわけ。ね、なので、ね、4万円節約できるというメリットがあるんで、まあ、通常は使用書士が定価の作成代理人として、えー、電子定価を作ると、ね、いうことが多いです。そこで4万円節約できましたねということで別な項目で使用書士が4万取ったらダメですよ。<laughs> そんなぼったくりはやめてください。 はい、で、交渉に認証ね、受けましょうということです。はい、括弧 B. はカットしておいてください。はい、じゃあ、次。はい、これもで、ね、大事な図表、まあ、タイトルだけマークしておきます。会社成立前に定款変更できる場合。はい、そして注意書きには印をつけてください。え、発展論点マークです。 あえっと、関連知識関連知識マークです。 ではねちょっとあの過去問レジュメに戻ってみてください。過去問レジュメの方下のページで2ページになります。下のページで2ページ。過去問レジュメのところは2ページね。はい、ちょっとごめんなさい、これちょっと先ほど確認し忘れてましたが、発起人のお話で、えっと、コメント確認してください。発起設立も募集設立も、発起人は最低1株は引き受けなければならないという枝ね。まあ、それが上2つ並んでます。 まあ具体的あの問題内容はご自身でやってみておいてください。で、その下もね、あの同じだけど、ちょっとこれ、発展問題。補助金には必ず一株引き受けなければならず、一株も引き受けない補助人が存在することは許されませんよっていう、そういった趣旨の枝がね、こちらに並んでます。はい、そして次のページ。はい、P10 の上から2つ目、やってみてください、こちら。 はい、これは成立後の方を聞いてるからね。えー、交渉の認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合は、公証人の再認証ですね。必要がない。これ正解。ね、会社ができた後の定款変更は、株の総額の決議だけでいけます。はい、そして次。こちら、会社法のレジュメについては、これ、司法試験の枝です。これ、随所盛り込んでます。えー、というのは、司法書士の問題が、 平成18年からの問題なのでちょっと問題数が少ない関係でね、えー、使用試験の枝参考になるものね図書を入れてます使用試験の方が結構簡単だから、ね、そこは安心してくださいこれやってみてくださいまあそれいけるでしょこの使用試験手前と一緒ですよね聞いてること。 まあそんな感じであの、えーと、その使用試験の問題でも、あの使用書士に向いてない問題入れません、当然ね。あの使用書士向けに、えー、の的確な妥当な問題ね、それでちょっと随所を入れて、えー、ボリュームアップしています。はい、それではテキスト戻ってください、もう一度。はい、10ページです、テキスト10ページ。 はい、10ページの一番下、マーカー部分ね、はい、それはあの、発、え、起、ーね、人は会社の成立のときまでに、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない、定款備え置き義務があります。過言番号3つついてるから、まあ、それはあの復習のときに過言を見といてください。はい、そしてその上の枝あ、上の枝じゃない、上の図表、これ結構大事です。 会社の成立前に定款変更できる場合という論点です。一旦定款を作って、公証の認証を受けたらね、これも変更できないのが原則なんです。はい、でも、例外的に変更できる場合がありますよというのが図表。まず1番、裁判所が現物資材産などについてえ審査をしました。で、これを不当と認めたときは変更できます。これは裁判所の変更を決定で変更はされる場合、 変更している主体は右側裁判所となります2つ目1番に関連します1番の決定の確定後1週間以内裁判所にもう変更決定がされるぐらいだったらね、もうこの定間やめちゃおうということです1週間内に限って発起人税の同意で当該決定で変更された事項についての定めを廃止することができますはい、これは発起人税の同意で行います はい、でよく出てくるのが3番です番。発起人全員の同意で発行可能株式ソースの定めを設けるまた変更する定款に発行可能株式ソースを書いてない、ね、その時は自己的に定款変更して定めることができました。はい、で授業の右側見てください。誰がこれするか発起人全員の同意。 この辺はあの、発起の関数か全員の同意か、そこも大事だからね。今回、発起人全員の同意です。そして、その隣。えっ、ー、と、このルールは、発起設立にも、募集設立にも適用あり、両方丸が入ってますね。はい、だから、募集設立でも、発起人全員の同意で、今の定価変更ができる場合があるということ。はい、ただし、注意書き。はい、募集設立の場合は、注意書き見てください。払い込み期日。 または払い込み期間の初日のうち最も早い日以後は発起人は定款変更できなくなるのでそれ以後は総理総会になる、えー、一定の時期を過ぎれば募集設立の場合は総理総会の決議で定款変更することになりますでこれはなぜ,かなぜかというと発起人以外の引き受け人を募集してます、ね、この引き受け人がこう払い込みを始めたら ね、そしたら引き受け入れの保護も必要なので引き受け入れを含めて総理総会で決議するべきってことです。はいそしてね今の注意書き見てくださいもう一回そこのごしくの言葉の意味わかるでしょうか。募集設立の場合払い込み期日または払い込み期間の初日のうち最も早い日以後。 これどういうういいこことでしょうはい、これねあの募集設の場合は募集が1回とは限らないわけ複数回募集をかけることがありますそうすると複数回募集をかければ第1回目の募集については払い込み期日を決めた2回目の、えー、募集については払い込み期間を決めたで次3回目の募集は払い込み期日を決めた。 その都度決めていくわけそうすると払い込み期日と払い込み期間というものが複数出てきますその時はそれを比較して最も早い日ということです、はい、なので今の表現は募集を1回しかかけないということだったら意味がわからないですよね,ねこれは募集を複数かけるっていうことを前提とした規定ですはいそれでは11ページ見てください はいそれでは定款の記載事項こちらマークしましょうはいまず十一ページタイトル括弧一番カットです括弧一番カットはい図表タイトルマークしてくださいはいじゃあ画面変えます次は引き続きこちらです。 2番番と3番もカットです、はい、一応定価の記載事項としてカットしましたけど絶対的記載事項相対的記載事項任意的記載事項とね3つあります絶対的は言葉通り絶対書かないといけないもの相対的は、まあ、ちょっと意味に難しいけど定価にもし書かなくても定価自体には影響しない、まあ、でもその事柄自体は無効となってしまう、まあ、そこに書いてる 変態設立事項ってやつね、まあ、これが代表例になります。任意的記載事項は書いても書かなくてもいいやつ。はい、上の絶対的記載事項を見てください。え5つあります。目的、ね、業務目的です。何をやる会社なのか、業務目的。で、称号本店。えそして、発金の指名住所。4号、設立に際して出資される財産の価格、または最低額。 この絶対的記載事項で4号だけど価格または最低額となってるから、えー、今回会社を作るにあたって100万絶対出資できるまあ自信があったら100万円とぴったりした価格で書けばいいわけ、ね、ぴったりした金額で書くのは価格ですはいでも100万出資できるつあの予定だけど ひょっとしたら無理になるかもしれないっていうね不安要素がある不安要素があるんだったら最低額、ね、最低この金額は、まあ、いけるだろう、まあ、こっちで書いておけばよいということです、まあ、そのどっちか、ね、確定した価格か最低額かどっちかで書いてくださいとねいうことはいでねあのこれ、えっと、昔はあのどうでもよかったんだけど 令和4年の去年ですね令和4年の1月1日去年の1月1日から、えー、と定款認証の手数料がねちょっと変更があったんですでどういう変更がされたかというとあのあの以前は一日5万円でした定款認証手数料が 5, 5万円でそれが去年の1月1日から資本金で区別されて、えー、と資本金が100万未満だったら3万円 で300万未満になったら4万円でそれ以上は5万円ですよっていうねこういう変更がされました。まあ、要はあの少ない資本金で会社を作,る作ろうという人ねでこの人が定款認証5万もかかっちゃうのか、ね、じゃあやめようかなっていうことにもなっちゃうから、ね、ちょっとそこ小さい資本金で会社を作りやすくするために、えー、軽減しようっていうね変更です。 で100万未満は3万、300万未満が4万、その他は5万とね、変更がありました。はい、で、その時に、その時にね、今の4号だけど、定価に書くときにぴったりした価格、ね、価格で書いたら、これ、今のどれに当たるか判断できるわけ。ね、ただ、価格で50万、ぴったり50万と書いたら、あ、これ100万未満ですね。じゃあ、定価に、えー、認証手数料は3万円ですよ。 ところが、最低額、こっちで書くと、あの最終いくらになるかわからないわけ。最低額、例えば100万と書きました、定款に。最低額100万と書いても、最終、会社作るときに、本金1000万かもしれないですよね。これ、最低額だから。だからね、最低額で書いたら、あのさっきの特例、これが受けられないわけ。 最低価格書くと思うだから金額判断確定金額判断できないということで一律5万円になっちゃいます認証手数料はいということで最近はねあの価格こっちで書くことが増えてますで100万未満の価格をね書くあるいは300万未満の価格をね明確に書く、まあ、それで手数料負けてもらうということです はいまあ、そういうところであの、ね、あの最近はこれどっちで書くかっていうねあの区別のちょっと実績が出てきたところ関連地域見てください発行可能株式総数、ね、会社が発行できる上限数ですこれは会社の成立の時までには定価に決めないといけないでその成立の時までに決めるそのやり方がさっきの10ページだからね10ページの丸三番です 法規に全員の同意だけどでも募集設立だったら払い込み期日以後は総理総会になるよっていうねこの論点じゃあもう一度11ページ広告方法これは絶対的記載事項ではありませんまあ定款に書かなくてもいい定款に書かなかったら広告方法はどうなるでしょう 答え次に書いてます。漢方。定価に書かないときは漢方。自動的に漢方になるからね。はい、それでは次は、えー、と12とージカットです。12ページカット。はい、それでは13ページに移ってください。テキスト13ページ。はい、これも同じ論点だけどマークしておいてください。13ページ。 はい。まあ、これもさっきの繰り返しね。発行可能株式総数、これを定款で決めていないときです。そのときは、発起人全の同意で定款変更して、会社を作るときまでには定款に決める。ただし、募集設立だったら、総理総合の決議によることができるよ。よることになるよってお話。次は、図四のタイトルをマークしておいてください。これはいわゆる4倍ルール。公開会社の場合です。公開会社の場合は、設立時に発行する株式数。これは、 あくさえっと発行あ株式数かごめんなさいねえそれがえ発行可能株式総数の四分の一え以上でなければならない非公開数の制限ありませんはい次はえ過去二番カットですその下ね過去二番カットねまあ今の四倍ルールは公開会社だけだったけどえー 発行可能株式総数上限ねこれが4000株だったら最低でも4分の超1000株は発行されてないといけないというルールですねはいそれでは次のページ14見てください、えー、変態設立事項14ページはいではこちらをマークです えとね、変態設立事項というのは次の図表だけど現物出資なんかのことです。でこの変態設立事項というのが1号目見てくださいマークしていないけどこれは変態設立事項といって会社の財産的規模が、えー、害される危険性が高い事項という趣旨です。はい、でこれについてはルールがあって1番と2番。 定款に必ず書いてくださいということ。そして、検査役の調査を受けてください。っていうこの二つです。で、会社の財産を危うくするっていうのは、例えば現物出資。えっ、ー、とね、保険員が出資、えっ、ー、と、不動産を現物出資します。でも、これ百万の値打ちしかないのに。会社が勝手に一千万の不動産と評価して。一千万分の株を上げる。 そしたら会社が損しますよね。これはあの会社の、ね、財産が危険にさらされる行為ということ。だから、発起人の報酬と特別利益見てください。報酬ってのは給料です。ざっくり言うと給料。特別利益ってのはボーナス。ね、会社を作るに際してね、発起の給料とボーナス。これ誰が決めるか、発起人が自分で決めるわけです。ね、そうするとね、ね 不相当な金額になる恐れがありますね、補給の給料50万にしましょう合わせてボーナス100万上げましょうね。ただ会社からどん,どんどん財産が出ていっちゃいますよねこれはいけないということはい。なのでそういったことを、ね、するときは会社の財産が危険にさらされるからよって上のマーカー必ず定価に書くそして妥当かどうか検査薬の調査を受けるということです はい、ただし、そこの設立費用ってやつね、これもね、結構過去問出てます、設立費用。注意書きのところです。会社に損害を与える恐れがないものは除くということで、これは A、それから C、D ですね、そこ、印をつけておいてください、AC、D。 はい、ACD に印定款認証手数料、ね、それから C ですね銀行に払う手数料それから D 検査役の報酬、まあ、このようなすべて定額だから、ねえーまあ、発起人が、ね、水増し,して、えー、会社の財産が、えー、減ってしまう、まあ、そういったことはないです、まあ、これについては、ねえー、特に定款に書かなくても OK 設立費用なんだけど定款の記載不要とされてます はい、でこういった変態設置事項については、ね、検索の調査が必要ということになるので、えーっとまあ、実務だと、ね、逆にこの検索の調査をあのどうしたら省略できるかそういった方向で考えていきます、ねまあ、なので実際にこの検索の調査をするということはあのほとんどないと思ってください、ね、私もやったことないし、ねまあ、おそらく事例としては非常に少ないです 費用もかかるしね。で、期間もおそらくすごくかかるんです。で、検索の調査が必要だから、そうしようじゃなくて、これが必要になるから。じゃあこれを避けるための方向を考えようっていうね。そういった方向性で考えていきます。はい、ではその下マークしましょう。こちらです。 はいごめんなさい。えっ、ー、とワンポイント現物出資ができる人は発起人に限られます。でこれは発起設立募集設立共通です。いずれの場合もね発起人限定はいそれからワンポイント財産引き受けあこれはごめんなさいこの資格の二つ目はカットしておきましょう資格の二つ目はカット財産引き受けはちょっと意味難しいんだけど 会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の事業用財産を譲る契約を言います。はいでこれはね、あの現物出資があるけど、それの抜け道として利用される危険性があるから、えー、現物出資の抜け道、えー、防止っていう趣旨なんです。現物出資の抜け道防止はいどういうことかというと、あの 100万相当の不動産をね現物出資させて、ね、1,000万分の株を与える、はい、これは現物出資として規制がかかりますだから上のように定価に変えて検査薬の調査を受けてくださいねって話になるわけですだからこれを免れる目的でわざと,と時期をずらすことをね考える人が出るわけ今すぐ不動産を出資させたら現物出資になって厳しい規制がかかるからその不動産をね出資させる時期をずらそうってことなんです それが今のマーカー会社の成立を条件として、ねえー、事業財産を譲り受けますよ、ね。だから会社ができた後です。できた後その不動産を取得しますよ。という形で時期をずらしてね、そういったことがされてはいけないから、これも現物出資と同じく財産引き受けとして厳しく、えー、調査をしますよってこと。 定価に変えて検索の調査を受けてくださいっていうことですはい、そして次この判例もよく出るんで知っておいてくださいえ、これら変態設立事項は必ず定価に書くとねいうことになってるんだけどえもし定価に書いてない財産引き受けこれ後から追認で有効にできるかできないとされてます定価に記載がない財産引き受けはもうこれはあくまでも無効後ほど株の総会の決議で追認しても有効とはできない はいまあ、あの後ほどの追認で有効にできるんだったらね、まあ、定価の記載事項としている意味がなくなるからです。ね、この変態設立事項はもう定価の記載事項ですよ。ね、もうそこを徹底する趣旨でね後から追認して言うことはできない。ね、もう初めから定価にちゃんと書いてないとだめですよということ。はいじゃあ次の15、16カットです。15、16ね。その2ページはカットしてください。 それでは過去問レジュメ見てください過去問レジュメの下のページで、えー、9ページはい、えー、とこちらちょっとあの手前にやっていた論点だけどキーワードを確認してください、まあ、A がついてる3つ定款認証手数料これは定款に記載しなければならないまあ確かに設立費用なんだけど これ変態設立事項として定に書く必要があったかこういった定額のものねこれについては書く必要なかったんですね。これによって会社の財産を危険さらすということはないからその人は同じ趣旨です。銀行に払うべき手数料とかあるいは検索に払う報酬ねもうこんなのは定額だから設立しようとして定款に書く必要なし。 まあコメントすすすべてて共通しいいます、まあ、こういった趣旨です、まあ、設立費用であっても定款認証手数料などでね会社に損害を与える恐れがないものについては記載不要はいそれでは次のページ10ページですはいじゃあこちら1つ目どうでしょう えー、募集設立の場合発起人以外のものも、えー、現物出資できない。はいこれもあるね。現物出資はもう発起人しかできません。すら募集設立でも同じ。じゃあ上から3つ目これやってみてください。 定管に記載しないでされた財産支給刑これは会社が後に追認したとしても有効とならない。いこれ判例地区で丸。ちなみにその人はあの司法試験の枝はねあの追加で入れてますけど一緒です。これ司法試験の方では結構品質論点なんです。だから司法試験でもねあのまた繰り返し出される可能性があります。はい じゃあ,あの今回はそ,そこまでねしておきましょう、まあ、こんな感じで、まあ、テキストをマーカーしてもらってねどんどん不要なところをカットしてで皆さん復習の時はそのマーカーついてるところねまずそこをしっかり読む、ね、で、えー、と過去問レジュメはところどころは授業中今のように一緒に見ていきます、ね、で一緒見ていないとこもあるんでこれは復習の時にですね、えー、まずインプットテキストを見て、ね、で隣に過去問レジュメを置いてリンク付けしながら、えー、読んでいく解いていくっていうねそういった形で勉強を進めていくことになります えと今回は、えー、ですので、今の会社をテキストの16ページのところまで、ですね、まあ、そこまで、えー、やってみました。はいまあ、こんな感じであの冒頭にも言いましたけど、えー、まあインプット、ね、まあ、これはもう極力、えー、もうポイントを絞ってやる。ね、C ランク論点はどんどん省いていきます。もうとにかくき基本論点ですね、そこを特化して、えー、重点を置いてやっていく。ね、でそれに対応する過去問。 でこれで皆さん過去問を解く力、ねえー、特にその過去問に問われている趣旨ですねコメント見ながら、ね、これをよくね考えながらやっていってください、ね、はいそうするとあの普段その過去問集でこうバラバラあの練習してる過去問それが、ね、このインとアウトの教材でしっかりつながっていきますから、ね、これによっても皆さん過去問学習ね、えー 1>, 1つの過去問から2倍3倍の効果が出てきます。ね、そういう形で皆さんの力をつけていきます。ね、で、結果としてあの冒頭あのご案内しましたけど、このやり方でもう十分、ね、あの70問中60問、ね、ぐらいは、ね、取れる、そんな力がついていきますからね。はい、まあ、あの今回のような、ね、このやり方で、えー、講座の方を進めていきますから、ねあ、ぜひこんな形で過去問をね、えー、うまく使って。 基礎力をしっかりつけていきたい、ね。ということがあれば、ぜひこちらの構図のほうを、ねえー、ご検討してみてください。はい、では、えー、今回は、えー、実践力パワーアップ構図の、えー、模擬講義でした。えー、それでは、えー、以上で終了いたします。えー、とウェブでご覧の方も、ね、今回ご視聴ありがとうございました。じゃあ、これで、えー、終了いたします、えー。お疲れ様でした。